皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。毎週水曜日は隣の駅までの一駅区間を散歩する一駅散歩。車窓からでは気づかなかった新しい何かをちいさんが見つけます。かわいいね。この番組はアリコジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は京王線南平駅から高畑不動駅までをお散歩。緑と清幽、いいね、子供たちね。街にあふれる子供たちの絵、これって一体？面白い試みだし、なんかいいですね。子供たちもあれ見て励みになるでしょうし。ああ、綺麗だね。武蔵野の名刹を3年ぶりにお参り、そして夕暮れの川辺で見つけたものとは。どうですか？うん、いいね。さあ、一駅散歩に出かけましょう。ああ、こっから見るとよく見えますね。そしてカラー画面で音も出る便利な電子辞書をご紹介。電車から眺めるいつもの風景、時には歩いてみませんか？一駅手前で途中下車、見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩。はい、水曜日の今日は一駅散歩と題しまして、ある駅からある駅までの一駅を歩いてみようということです。今日の一駅は、京王線の南平から高畑不動までの一駅なんです。これ南平と書いて南平と読むんですね。どのくらいあるんですか、距離は？大体 2.4 キロあります。 2.4 キロぐらい、はい、じゃあ割と距離はありますね。ちょうど電車が来ますね。はい、というわけで今日はちいさんも大好きな新選組ゆかりの地でもある高畑不動尊を目指しての一駅散歩です。3年前に一度散歩の途中にお参りしたのですが、今回は年の瀬のお参りが目的のようです。さて、出発駅の南平駅は現在改良工事中。今度はどんな駅舎になるんでしょうね。ここにね、小さなあの川が流れてるんですよ。それでやっぱりあのなんでこんな水の勢いがあるのかって思うくらいすごい勢いで流れてるでしょ。これやっぱり山あいだからね。ああ、そうかもしれないですね。ね、相当の量のこれ水の量ですよ、これ流れてる量は。また水が流れてるとか多いですね、うん、いいもんだね、水が流れてるだけでなんかのんびり感があっていいよね。綺麗なバラが、ほらですね、こんな、そう言っちゃなんだけど、こういうところでこんな綺麗なバラが咲いてんだよ。かわいいね、こんにちは。かわいいね、こんにちは。こんにちは、洋服着せてもらってんの、寒いから。寒いから洋服着せてもらってんの。すいません、どうも。どうも。おお、すごいすごい。
まあここから見るとよく見えますね。対岸の里山にへばりつくように、へばりつくなんて怒られちゃうなそびえ立つようにこの一軒一軒の家が、一軒家が立ってんですね。こっちから見るとなんか面白いですね。写真撮っとこう。僕も山あいの住宅地ならではの風景を。住宅街を抜けて今度は線路沿いを歩くようですね。この直線もすごいね。ずっと直線なんですよね。ここ。ここ向こうから見えるよ。いいね、夕景のこの三丁目のなんとかみたいな夕景で。来ました。テールランプが見えなくなるまでいいねいいね。ほら、まっすぐだよ。まだね、まだね、まだ回してるね。してんだね。あの重機がこう動いてる姿ってのは面白いね。まあちょっと一風変わった風景であります、ね、一風変わったっていうか、いいじゃないか。なかなかこれだけの大きな重機がクレーンっていうの、はい、一堂に動いてるところってあんまないよね。一生懸命働いてる感じするよね。何の絵ですかね。緑と声優、滝合小学校っていうの、あ、ここにもありますね。緑と声優佐藤さん、いいね、子供たちの絵。あ、緑の清流というテーマで書いてるんですね。こんにちは。ちょっとお尋ねしたいんですが、この緑と清流っていうのは近くの子どもたちが書いたものですか。そうです。これをみなかさん書いて。お父さん、お父さん、あ、こんにちは。どうも突然申し訳ないです。今あの歩いてきたら、あの子供たちの絵が結構見えたんですが、あれね、町の市役所か何かにあのこう子供に描かせて、それで毎年ああいうの1ヶ月ぐらいかね、展示するんです。ああ、そうですか。でここの商店会で、そういうことやってるもんだよ。それであの描いたものをね、やっぱり
みんなに見てもらった方がいい。ああ、そうそうですね。子供たちも励みになる、ね。それで商店会で始めたのが、だいたい幼稚園だけで語っといたんで誰も見ない。見ないからね。ね、でそれだったら、商店会でね、ある期間だけ語っとこう。うん、それがあの面白い試みだし、なんかいいですね。子供たちもあれ見て励みになるでしょうし、大人たちもあれから、あ、緑と政治について考えたり、なるほどと。思わぬ話を。すいません、ありがとうございました。どうもご苦労様。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。面白かった。子供たちの絵があふれる商店街を抜けると、3年ぶりの高畑不動尊がもう目の前。どうでございますか、高畑不動は。いいですね、久しぶりに五重の塔。ちょっと暗くなってきたからライトアップされてるんですね。ねえ、いいですね。参拝のいい記念になりましたね。5年ぶりでしたから、ちいさんちょっと名残惜しそうですが、日が落ちる前に駅に向かうようです。はい、ここで到着しました。本日の終着駅は高畑不動駅。高畑不動尊への参拝客で大にぎわいになる年末年始、その光景は今も昔も変わらないそうですよ。はい、今日の一駅散歩、南平から高畑不動までの一駅。今日ちょっと印象的だったのは、電車のこうラインが長いところがあるんで、思ったよりこうストロークの長い電車の走りというのが一緒に歩いていてこう映せたんじゃないかなと思います。そんなんで今日の一駅散歩でした。一緒に回ってくれた富岡君と江田君です。どうもお疲れ様。電車とともに歩いてみると、線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は首のたるみ解消体操です。鎖骨の上に指先を当て、頭を斜め後ろに倒します。首の筋肉が伸びるのを意識してください。ちい散歩で訪れた街を本でご紹介。待望の第6巻が絶賛発売中です。おすすめの22コースを絵手紙とともに掲載しています。